公務員試験の過去問をやるっていうのが社会福祉協議会に入るにはまず第一にいるっていう話を聞いたので、とりあえず過去問を、3年の終わりぐらいから少しずつ解くようにしてました。協議会はそんなに募集人数も取らないし、退職者が出ない限り空きがないので、できるだけ受ける前にその協議会に直接出向いたりとか、ボランティアやったりとかアルバイトやったりっていうのは大きな効果になるかなと思います。面接とか筆記に関しては、専門教科がやっぱ多いので、専門教科はちゃんとやっとかないと全然問題解けなくなってしまうので、それは集中的にやった方がいいのと、面接に関しては求めてる人材がどうかわからないのでなかなか難しいんですけど、自分が思うようにやった後悔がないようにやった方が面接に関してはいいかなと思います。部活やってる方が多いと思うので、部活と一緒で手を抜いた分自分に返ってくるじゃないけどっていうのは多分就職活動にしても全部にしそうだと思うので、そこは自分との戦いだと思うので頑張っていただけたらと思います。自信持って頑張ってください。